おはようございます。新社会人のみんな、新たなスタート心からお祝いします。今日は僕からみんなへメッセージを送ります。受信とは他人から与えられるものじゃないということ。周りに流されそうになったり、誰かの意見に妥協してしまいそうなことがあるかもしれない。そんな時に必要なのが、決してぶれることのない自信。それは自分の中で少しずつしっかりと築き上げていくものなんだ。だからみんな頑張って。それじゃあ、いってらっしゃい。